ギクター RC550。モノラルラジカセではおそらく世界最大の機種、ビクターらしい武骨なデザインで30センチ近い巨大なスピーカーは迫力満点である。しかもウーハー、ミッドレンジ、ツイーターの3ウェイ、無駄な大きさ、そして無駄と思える機能でもどんどん付け加えていくことも80年代の家電の一つの傾向だった。特にラジカセは顕著で、 RC550 はそのいい例である。スタンダードなモノラルラジカセと並べると異様な大きさがよくわかる。まず意味不明なのが両側についているアーム。万が一倒れた時のことを考えてではなく、なんとなくかっこいいからというノリでつけられたような印象を受ける。また上部右端のマイクは回転する仕様、指向性マイクではないので全く意味のないギミックである。そしてなぜかテープスピードを変更することができる。よくわからないが、カラオケ用にピッチを上げ下げするためかもしれない。要するにやりすぎなほどの装飾、謎のデザイン、変な設計すら盛り込んで他社との差別化に邁進していたのが、この時代のラジカセの特徴の一つなのだ。だからこそと言うべきか、ラジカセはチャーミングだし、ラジカセは面白い。そんなラジカセの魅力を思う存分堪能できるのが RC550 なのである。